ごご覧いいただきありがとうございます現地20日に今シーズンの6十五ホームランを放ったアーロン・ジャッジ次のターゲットは1961年にロジャー・マリスが記録したヤンキースのアメリカンリーグのホームラン記録61本ですがこの61号の歴史的瞬間を中継するのはどこのテレビ局なのかそして実況するのは誰なのかという点も若干の注目を集めています シーズンを通してニューヨークエリアに向けてヤンキースのほぼ全試合の中継をするのはイエスネットワークその名もヤンキーエンターテインメントスポーツでイエスですそのイエスで2002年から実況を担当するのはマイケル・ケイ氏今年は年間を通してアマゾンプライムがヤンキース戦を21試合放送しましたが制作はイエス実況はマイケル・ケイでしたニューヨークのヤンキースファンにとってヤンキースの試合はイエスの中継 マイケル・ K、の実況がスタンダードヤンキースの選手が打ったボールがホームランになる際のスタンドに飛び込む際のこの実況でおなじみのマイケル・ケイイエスの前には1992年からラジオでヤンキース戦を10年ほど実況しており合わせて約30年にわたりヤンキースの試合を担当数々の名場面を日本人選手の印象深いところで言えば 松井秀喜のヤンキースタジアムデビュー戦での満塁ホームラン一郎の日米通算4000本安打の瞬間も実況してきましたそして現地20日ジャッジの60号も実況しましたがロジャー・マリスの記録に並ぶ瞬間そして新記録の瞬間を実況できるかは微妙な状況です大手のかかった現地21日パイレーツとの2連戦最終戦の中継はイエスでしたがここでジャッジのホームランは出ずそして22日から始まったレッドソックスとの4連戦 初戦は FOX で全米中継さらに2戦目は今シーズンから MLB 中継を始めた AppleTV プラスが中継イエスに戻ってくるのは現地24日土曜日そして25日日曜日は ESPN でこちらも全米中継となるサンデーナイトベースボールです年に数回ほどあるマイケル・ケイが実況をしないヤンキース戦の全国中継さらにストリーミングサービス AppleTV プラスの中継がこのタイミングで立て続けに予定されているのです 4連戦最終日、現地24日、ESPN のサンデーライト・ベースボールではアレックス・ロドリゲスと中継中にその試合や MLB のさまざまなトピックについて語るいわゆる副音声のコーナーを担当していますが実況ではありませんこれを受けてニューヨークのファンからはジャッジの歴史的瞬間はマイケル・ケイが実況すべきとの声が上がっています さらにニューヨークメディアは盛んにベースボールファンはローカルでその親しみのある放送局と実況クルーでベースボールを見るものだと主張していますマイケル・ケイ本人はそれについては考えた自分勝手な考えはないよもし彼が打つならそれはその時だただイエスネットワークが放送できないのは辛い私云々ではなくてイエスにとってはしんどいことだろうまあしょうがない 我々のイエスの中継日じゃない日のどこかで打つとしたら、我々はただそれを受け入れるしかないからね。と、どうなるものでもないと達観した様子。一方でもし、その時を実況することができた場合には、少しナーバスになるだろう。正しく公正にやりたいから。余計なことをしてその瞬間を怪我したくないんだ。それが全て。自分の実況の印象を残そうとか、そんなことはどうでもいい。ただ、 40年後に知りたいんだよ。彼が、ジャッジがそれを見て、悪くない実況だなって思ってくれていることそれくらいだ。今は実況することについて考えることはあるけど、何をどう言うかまでは考えていないよ。としています。そんなマイケル・ケイシは、ヤンキースレジェンドとのエピソードも披露しています。ジーターが殿堂入りしたときには、実は彼に感謝したんだ。今まで彼の多くの名場面を実況させてくれてありがとうって。 その後、彼が番組に来てくれたときに言ってくれたんだ。素晴らしいことだよって。自分の名場面を振り返って見ていたら、そのすべてをあなたが実況していたんだって。改めて、現地22日から始まったヤンキースタジアムでのレッドソックス対ヤンキース4連戦。初戦はヤンキースが5対4でさよなら勝ち。中継はフォックス。実況は NBA ・ブルーズの実況も担当するアダム・エイミン。フォックスといえば、約25年にわたりワールドシリーズを実況。 スーパーボールも6回担当した大物アナウンサー、ジョー・バックでしたが、そのジョー・バックは今シーズンからマンデーナイトフットボール担当のために、5年6000万ドルから7500万ドルとされる契約で ESPN に移籍したため、エイミンがこの日の実況を担当、そのエイミンは9回、ジャッジの5打席目、わずか数メートルで歴史的瞬間を逃しました。 現地23日の第2戦は Apple TV+, プラスのフライデーナイト・ベースボール。今シーズンから MLB 中継に参戦した Apple TV+, プラスの大チャンス。実況は MLB ネットワークでも活躍するスティーブン・ネルソン。ただ、ニューヨーク・ポストは数日前、どうしてもマイケル・ケイに実況させたいイエス・ネットワークが Apple TV に対し、この日に限りイエス・ネットワークのチーム、マイケル・ケイ、ポール・オニール、そしてデビッド・コーンに中継を担当させてほしいと要望を出しましたが、 アップル TV 側に断られたと報じました。当のマイケル K は、そんなことをすれば、アップル TV プラスで実況をするスティーブン・ネルソンへのリスペクトにかけるとして、自らその申し出を辞退したとしています。ヤンキースファンが自分を望んでくれることには感謝しているが、もし自分が逆の立場であったら傷つくだろうし、彼のポジションを、彼がそのポジションを得ていることをリスペクトしなければいけないとしました。そしてこの日の試合。 アーロン・ヒックスにホームランは出ましたが、ジャッジには出ず。ジャッジはこの日までに9月18試合で9本、2試合に1本の割合でホームランを打っていましたが、これで3試合連続ホームランなし。マイケル・ K、持っているのか現地24日第3戦は、全米向けには MLB ネットワークですが、ニューヨークエリアでは、ついにイエスによる中継。マイケル・ K がマイクを握ります。その瞬間をコールすることができるか これを逃すと、翌25日は ESPN のサンデーナイトベースボール。マイケル・ケイは副音声でアレックス・ロドリゲスとおしゃべり。実況はありません。現地24日の第3戦で決めるかアーロン・ジャッジ。決めてください、マイケル・ケイ。注目です。なお、この日はもう一試合、カージナルス対ドジャースの試合を中継していた Apple TV プラスここではもう一つの大記録、歴史的瞬間。 アルバート・プホルスの705ホームランが生まれています。ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。